んです。私結構大きめの虫は割と平気めなんですけども、無数にいていつ私に乗ってきたのかわからないタイプの虫めっちゃくちゃ苦手です。前言ったと思うんですけど、ハエを沸かしてしまったことがあるんですね。ハエを、ハエってなんか実はずっといるんですよ。視界に入らないだけでいるんですよ。で、気づいた時には手遅れなんですよ。その時の絶望感といったらね、ないですよ。もう気づいたらなんで今まで気づかなかったのってぐらい、もう壁とかにもうバーって張り付いてるの、バーって。もうそしたらもうこっちはもうフラ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 ってなって、本当に小林ちゃんと沸かしたことあんまりいらっしゃらないでしょ皆様。その瞬間に気づいたらもうこの家の全てにハエがいるみたいな感じになって、もう本当に気が狂って死ぬかと思いました。でその時はもうお母様もうちにいなかったので、もうどうしたらいいかわからなくなっちゃって、あの本当の冗談抜きでガチガチしましたね。もう本当にあーあーとかじゃなくて、もうおーあーいやいやーみたいな。でまあもちろんそこからもう一回それをやってからはもう気合でハエ沸かしてません。で、あのあれしましたよ、あのめんつゆのやつ。あのその時に感じたのが、やっぱり人間ってあの焦った時が一番ダメですよ。私その時にもう嫌すぎて、今すぐこのコバエをなんとかしてほしくって、コバエ対策即日みたいな方を呼んだんですけど、まあちょっといろいろ省くんですけど、なんか結構無意味なことにお金を払ってしまって、だから皆さんも焦った時こそぐっと落ち着いて、あの本当に焦った人間を皆さん、詐欺の方々はね、まあ、その方が詐欺だったとは言いたくはないんですけど、そういうわけではないんですけど、まあかなり近詐欺ではないんですけどね、あっていうね、いやちゃんとやってくださったのよ。でも今思うと、いや無意味なことにお金払ってたなっていう時間があったの事実なので、そうそうそう、だから本当皆様方気をつけて、まあ、本当危ないっていう時はもう一歩気を引き締めて皆様頑張ってね。